おはようございます。えー、こんばんは。えー、農家との編集でお送りしています。ニースユンタク。主に、えー、新防衛研究チャンネルさんですね。近藤さん、えー、元気で、えー、動画アップされていますので、えー、この、新防衛研究チャンネルさん、ウクライナ選挙、お24年の3月24日、えー、国会艦隊の特別、 通信所がミサイル攻撃を受ける、うん、チキン、うん、チキンかな、チキン工場を持つことで、ウクライナこの,このミサイルで、国会簡単を、この、えー、特別通信上ミサイルで刺激して,して成功してみてですね、この 頑張ってますね。はい。えー、まあ、この23日の状況ですね。えー、コマック・コンドさん頑張ってますけど、えー、64回のこの、おー、まあ、この攻撃があって、ロシアからですね。えー、そして、えー、ロシアはその1050名ぐらい、えー、この50名の戦車を出してますね。特に、えー、この、デイメイキですかね。えー、走行車両じゃなくて、中国製のバギーですね。バギーでそういう、この、おが、多く。 この、まあ、被害に遭ってるということで、中国製バッグ出してますね。えー、この、またー、ジョネさんも言ってましたけど、この、石油石優、石油なんか、アメリカが、中止要請を出したちの、それは、に、に、偽情報で、えー、ウクライナこの、本当に、えー ゼット、飛行機の、の、燃料とか、いろいろその軍事的、関連の施設を狙っていますね。本当にロシアは本当に民間のそういう、施設、水力発電所とか狙っていますので、ロシアとは本当にひどいですね。ウクライナは本当にそういう飛行機、本当に軍事的に、 ダメージ受けるような、そういう、ううロシアの、この、生戦能力を解ぐような、してますね。この、また、ロシア、自由、ロシア軍、また、渋谷れたいロシア自由軍、義勇軍は、まだまだ頑張ってますね。ロベット州から、まだまだ、この、この、プーチンに対する反、反政府、武装勢力、頑張ってますので、引き続き、えこの、 モスクワを目指してますね。頑張ってほしいと思います。えー、また、クパンスクの方面では、あまり動きがないですね。えー、まあこのバックムット、それとバックムット、このマリウカの下のマリンカのあたりの方が攻撃が多いですね。引き続き、また、クリンカーと F16、本当に、えー、ウクライナ本当にロシアのミサイルの防衛が、撃墜がまあ少ないですので、この、 ロシアのミサイルを遊撃できるように100%遊撃的に、西側がしっかりと応援、えぇ、ー、その遊撃ミサイルですね、弾薬もですね、続いていますので、え今回、まあ。 防御に回っていますけど、まあ、あ急に見つめて、また F16 も、まあそろそろ6月、7月ですね、えー、デンマークからですね、そういうことで、えー、ウクライナに栄れですね、完全な、プーチンの絶対、この、えー、地下による現状変更は許せないですね、このクリミア併合、そして部分戦争、今回の全面戦争、絶対、プーチンを、この、ウクライナから、ロシア軍をウクライナから追い出して、ウクライナに栄れですね、え、マサトです。ウクライナ応援しています。え、引き続き、えー新、新防衛研究チャンネルさん、た、その、た、え、情報から アップしてます短くなりましたけど、月曜日の朝、えー、マサートでした、またマサートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また聖書を学ぶたいとお友達を募集していますので、よろしくお願いします。早口となりましたけど、マサートでした、次回のニュースインタューでお会いしましょう。マサートでした、シャがゲパシャンル、シャロム、シャロム、シャロム。